ニューケント軍はアメリカ合衆国バージニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18,429人であり、2000年の13,462人から36.9%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のニューケントであり、同軍に法人化された町はない。ニューケント軍は リッチモンド・ピーターズバーグ地域に位置している。都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。ニューケント軍は1654年にヨーク軍から分離して設立された。軍名はイングランドのケント州から取られた。ニューケント軍は初代アメリカ合衆国大統領ジョージ・ワシントンの妻マーサ・ワシントンと第10代大統領ジョン・タイラーの妻 レキティア・クリスチャン・タイラーという二人のファーストレディの出生地である。ワシントン夫妻が結婚式を挙げたと考えられる教会はセントピーターズ教会であり、現在も礼拝を続けている。チカホミニー族インディアンがこの地域や近くのチャールズシティ郡に出入りしており、現在も二つの部族が存在している。ニューケント郡の初期開拓者の中に1684年に入植した。 ニコラス・ジェントリーがいた。セント・ピーターズ教区の登録簿には、ジェントリーの娘が1687年に、教会で洗礼を受けたと記録されている。この記録簿には別のジェントリー生のピーターとサミュエルにも、言及しており、おそらくジェントリーの親戚と考えられる。その後の軍の記録の多くが消失し、ジェントリーや構成員の関係を識別することが、困難になった。2006年、 アメリカ合衆国国勢調査局は、ニューケント軍を国内で成長率の高い軍百欠に挙げた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は223平方マイルであり、このうち陸地210平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は6.23%である。地下ホミニー川が、軍の南を、 パマンキー川が北を、ヨーク川が東を流れている。主要高規格道路鉄道群内を、ノーフォークサザン鉄道と CSX トランスポーテーション路線が通っているが、旅客鉄道はない。最も近いアムトラックの駅は、ウィリアムズバーグとリッチモンドにある。空港ニューケント空港が、軍の西端クイントン近くにある。一般用途空港である。旅客便と貨物便は、 隣接する変来湖群にあるリッチモンド国際空港が利用できる。ボトムスブリッジの西約10マイルにある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内に法人化された町はない。以下の未編入の町である。ニューケント郡教育学区には4つの学校がある。小学校2校、中学校1校と高校1校である。4校ともに バージニア州教育省の認証を受けている。高校レベルでは、ラッパハノックコミュニティカレッジとの二重入学で、飛び級などが可能である。全学年で、集裁教育や、上層教育が行われている。220人の資格ある教師、4人の校長、5人の教頭を含め430人以上が雇用されている。コロニアルダウンズ競馬場は、 サラブレッドとスタンダードブレッドの競馬場である。ニューケントとドウ酒醸造所ブドウ園は8年間の計画、植樹、建設後の2008年5月31日に開園した。ありがとうございます。